ただ急いで。あ、でもなんか今日そんないろいろな理由さ。しかし今なんか理由わかった。少しずつ知っていく。今日ロケでね、朝5時起きやったんよね。5時起き、5時に叩き起こされ、そうだな、そのまんま結構早朝から収録しててね。それでなんか眠いんかな。眠っかないねんけど、結構移動で寝たからふわふわしとる。体調は良いんだが。早かった。全然寝れんくて、その前日ホテルで3人一部屋やってんけど、神を持たない人がいると神は死んでも寝れん。ガサ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 するし、あの二人が、まあ、楽しいねんけどね、喋ったり一緒にいるのは楽しいねんけど、寝るとなるとちょっとね大変。三人部屋はあの部屋のね雰囲気はムジナがツイッターでボイスを上げてたので、鼻くそ天気予報を上げてたので、ぜひ聞いてみてください。はい、何やってるの？酒を飲んだよ。お酒飲んだんですか？お前も飲んだよ。ダメじゃないですか？未成年飲酒じゃないですか？私成人済みやん。あなたたちはあれでしょ、未成年。あ、私15歳だから飲んじゃダメなんだよね。ああ犯罪犯罪。知らなかった。うるさ、いつにも増してうるさい虫だ。今日でっかい鼻くそ出たんだよね。最悪、鼻くそ天気予報。そう、鼻くそ天気予報、鼻くそが出たんだよね。なんで何置いてくれないの？うん、うんじゃないよ。嬉しいね。あ、嬉しい嬉しい、鼻くそ。おやすみ、みんな。おやすみ、はい、おやすみ。鼻くそ天気予報、あれは私も好き。あれなんか急にムジナがさ、なんか、いぶき聞いてみたいな。え、何って聞いたら、さっきさーみたいな、すっごい大きな鼻くそ出たんだよね。あー、そうでっか。どうでもいい。もう常時あんな感じなんでね、あの人は。とても女子高生がする会話と思えないが、青霧だと聞かされると納得する不思議。納得すな、そんなところで。我々はね、高校と名乗ってはいるが、成人済みの人もいれば、3歳の虎もいるので、まあ、多種多様でございます。ゆりかごから墓場まで、墓場に近い人はまだいないんじゃないか。3歳はさすがにちょっとゆりかご近いが、あ、確かにね、黒先輩死んでるから墓場か。あの人墓あんのかな。だって絵に憑依してんでしょ。しても邪魔になる。実はそれに、あの配信の後さ、アビシと関わったら最後、あの二人から電話来て、ちょっとだるがらみされた。そんなめっちゃ長時間ではなかったけど、でも急に連絡来てさ、え、何みたいな。え、そう、電話来てちょっとだけ喋った。酔っ払いに絡まれがち。確かに。酔っ払ってない人にも絡まれがち。もう基本的に文句言わんから。よくね、そういうのに絡まれる。絡まれたい。まあ、先輩方もね、優しいのよ。積極的に後輩たちと絡んでいこうってしてくれるから、やっぱこっちから行くっていうのもなかなかむずいからこそ、なんか全然なるがらみでも来てくれるとね、こっちも喋りやすくなるし、そういう意味ではね、あったかいっすね、うちは。でもね、私も居酒屋でバイトしてたこともあったりとかで、割と酔っ払いに絡まれるのは、まあ、苦ではないから大丈夫です。あのスルースキルレベル100なんで全然大丈夫です。当時その話を聞いて、一体どんな実力を秘めたやつなのか、くしゃみ。相手の拳を早く取らすことができたり、投げられた地面師見た。みんな見てる地面師。なんか秋葉原文化祭の前の日に、なんか先輩方とご飯行かせてもらった時に、なんか地面師の話になって、石狩先輩もネクロ先輩も見てたらしくて、そう、超激推しされてね、今日ついに第1話見ました。地面師、死人がゴロゴロ出るような、そんななんちゃらかんちゃらをしませんか。
誠意を表すのは当然ですよね。これツイッターで見たってなった。師匠も指導を受けているにもかかわらず。余裕でござる。であれば、拙者から一つ助言を授けよう。え、マジっすか。共に静かな場所に来てくれぬか。行こう行こう行こう。まだ話してな。実は稲妻にいた頃、拙者は浪人であった。浪人。大学受験失敗したか。やめて。刺さってるな。まあまあ浪人したっていいでござるよ。予備校に行くでござる。嫌やな、予備校に行ってるカズハ。ここが予備校でござるか。もう一年遊ぶでござる。また浪人しとるやん。大学受験でもね、失敗したからといって、はい、人生が終わるわけではないので、はい、頑張ってください。